季節の変わり目で体調を崩さない方法。精神科医カバサー署のカバチャンネル、今日は質問いただきました。三吉さん、季節の変わり目で精神的に体調を崩したりとかってありますか？春先にかけて毎年落ち込みが激しいです。この季節の変わり目で調子が悪くなるという問題、科学的なデータってのはないんですけど、精神科医同士で話した時に、季節の変わり目ってみんななんか患者さん調子悪くなるよね、なりますなりますっていうあるあるなんですね。なんで悪くなるのかっていうのはあんまり解明されてない。例えば秋から冬にかけてちょっと寒くなるような時っていうのはちょっとわかると思いますけど、例えば冬から春にかけちょっと暖かくなってきて、日照時間も長くなるので調子よくなっていくはずなのに、そこでも調子崩す人とかやっぱいるんですよね。なので基本的に季節の変わり目っていうのはメンタル疾患の患者さんもそうだし、普通の人においてもですね、調子を崩す可能性が非常に高い、そういう時期であるということをまず意識してほしいと、認識してほしいということですね。私の個人的な意見で言うと、気温が変わるというのは、例えば3月ぐらいになると暖かくなってきますね。暖かくなるけど時々すごい寒い日とか出ちゃうじゃないですか。それが良くないんじゃないかなと。逆に秋から冬に行く時って寒くなってきたと思ったら時々暖かい日が来て、ちょっと薄着で出ると夜になるとすごい寒くなるとかっていう感じで、体温というか衣類の調整っていうのは結構難しいじゃないかなということで、もちろん寒い日に薄着で出ちゃったり、暑いと思って薄着で出たら今度寒くなるとか、そういうのをすると風邪ひいたりとか、やっぱり体調に良くないですよね、どう見てもね。なのでまず一つは自分でできることって何かって考えた時に、衣類の調整。私は風邪をひかない男として知られてるので、風邪ひきますけど1日で治しますので、風邪を1日で治す方法は検索してください。私の過去動画で出てきますので。基本的に風邪ひかないんですけど、その時私が一番注意してるってことは、必ずあったかめです。例えば午前中出かけた時ポカポカしてるなと思っても、一番寒くなった時に対応できるようにマフラーと1枚持って出るとか、あるいはベストとか好きなので朝行く時はつけてないけどカバンに入れとくとか、1枚2枚ですね、あったかくなる部分の対応、寒くなった時に体を冷やさないように過剰に防衛していくっていうのがね、いいですね。あと例えばユニクロのダウンベストっていうのかな、すごい小さくなるやつがあるんですよ。海外旅行行くとか必須なんですけど、海外も結構昼と夜の温度差が激しいので、急に昼すげえもう半袖でもいいのに、夜になるともう超寒いっていうのがあったりするんですけど、ユニクロの小さい収縮できるベストだとカバンの隅っこの方に入るので、あんなの持ち歩くと寒くなった時にパッとこう着るとですね、すごい暖かいですよね。あとヒートテックのインナーですね、あれも畳めばすごい小さいじゃないですか。でもあれ着るとものすごい暖かいので、ああいうのを1枚持ち歩いたりして、そういう気温の変化に対応できるようにするっていうのは私がやってることなんですけども、とてもいいと思います。こうすると少なくとも私のように風邪もインフルエンザもね引かないでずっと何十年もねやってるっていうのは、そういう工夫は外さないでやってるので、そうすると気温の変化っていう部分においてはかなりね対応できると思います。あともう一つがやっぱり日照時間っていうのが、やっぱり季節の変わり目っていうのは変化していくということでしょうかね。日が長くなったり短くなったりって、もう一年中長くなったり短くなったりしてるんですけども、だから私なんかは朝散歩とかをして、朝散歩をすると体内時計っていうのがリセットできて、一日のリズムをうまく作りやすいということで、季節の変わり目に体調崩しやすいような人は朝散歩っていうのをぜひやっていただきたいなと思います。朝散歩っていうのは無理に早起きする必要はありませんけど、あなたが起きた時間から1時間以内に15分から30分ぐらい、メンタルで疲れてる人かメンタル疾患治療してる人は30分、普通の人であれば15分ぐらいで十分、朝散歩でセロトニン活性化効果、体内時計リセット効果が得られますから、朝起きて15分ぐらい散歩をするということで、とても爽やかな一日がスタートできるのではないかと思います。ということでですね、気温の問題と太陽の日照時間の問題っていうのを今日のお伝えした方法でなんとかクリアできると思うので、あとは季節の変わり目で調子を崩しやすい人って必ずいるんですよ。私の場合は秋冬に弱いですね。今の時期はこれからものすごく調子が良くなってきてるので嬉しいんですけど、秋から冬に関しては気分が結構どんよりしたりするので、あんまりそういう時期っていうのは仕事を多く入れないとかですね、自分でコントロールできる部分に関しては無理しないってことをすることは絶対重要です。いつもこの季節の変わり目が調子が悪くなるのに間違って忙しい予定を入れてしまうと余計に調子が崩してしまいますから、自分で自分のスケジュールを無理しないようにコントロールするということも大切でございますね。という形で今日3つぐらいのね解決方法をお伝えしましたので、ぜひ皆さんができる範囲の中でねやっていくということで、季節の変わり目を乗り切ることができるのではないでしょうか。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。